はじめまして。私は、クリスティーナとアメリカ、ニューヨークで呼んでま,んでんでます。私は、うん、今はクリスティーナという名前です。65歳。日本生まれ育ち、北海道札幌生まれ。 私には妹が日本にいることが分かって2009年の7月の2日から13日36年半ぶりに日本に帰りました日本はとてもあの道がとっても綺麗で 日本の方、日本人はとってもポライト。とても優しい。そして妹に会ってきました。妹が成田市工場に迎えに来てくれて、花束と妹のリエさんが作ったおにぎり持ってきてくれました。妹はアメリカ人の修道院の シスターと来てました。シスターはバルバラと言って東京の聖母病院で50 51年働いたシスターですけど1年半前にアメリカに戻ってきてあのボストンの出身の方で51年日本の東京聖母病院で 看護師として働いて、外人病棟で働いてました。そして私も、ジェスター・バーバルと出会ったのが、1968年の1 9いや、1968年、私は札幌の富士相談所から、トランスファーされて、一人旅してきました。上野駅まで一人で来ました。 私の認証が分からないので、児童相談所で、こういう女性が上野駅にあの着きます、何時に着きますと言って、初めて東京に出てきました。私の本籍が東京・世田谷なので、そういう関係でも、また、藤井辻相談所から東京に移りました。 それで降りてき、降りてきたときに、電車から降りてきたときにね、あなた、エミさんですかって声かけられました。全く知らない人から。それです、いや、そうですよ。ってそしたら一緒に来てくださいって言って、どっか連れて行かれて、東京のなんか、グループホームなのかなでも子供じゃない、児童相談所ではない、児童、 子供児童福祉、うん、汚しててはなかったけど私みたいに10代の若い女性たちがいました何人かハーフの人もいましたそこにしばらく1週間いたのかいないか知らないけど誰かが私を訪ね,訪ねに来ました といういののも東京の病院からです。仕事を聖母病院でやってみませんかっていうことを声かけられてそれで私もやってみたいっていうことで東京の聖母病院の小児科病棟の補助看護師をしてました3年。 それで、あの、ここに来た時は、22歳半で来ましたけど、ニューヨークに。その目的は英語の勉強と、サンフランシスコに実のお母さんが見つかったということで、会うつもりで来ました。5ヶ月のビザで来たので、日本に帰る前にサンフランシスコに行く予定でいました。でも 事情が変わっちゃって、で、私も日本に帰れなくなったんです。そういう話はしたくないですけど、それで、それで私の実のお母さんは、妹のリエさんと私は朝鮮の戦争の時に生まれてるので、お父さんがアメリカ人の白人、 兵隊さん軍人でもお父さんが違う人なんですね。りえさんのお父さんは、朝鮮の戦争の時に死んだと、ふみおさんから聞きました。りえさんは横浜を生まれ育ち、でもどこにいるかわかりませんけど、会った時も住所、私も聞かなかったので、 どこにいるかわかりません。でも、63歳になったのは知ってます。リエさんは美容師。今でも美容師の仕事をしてると思います。あの、リエさんはアメリカに来たことがないので、日本語だけです。そして、あの、 フミオさんにはもう一人子供がサンフランシスコ生まれの息子がいて、その息子が今49歳。名前はデイビッツ。デイビッツのお父さんもアメリカ人の兵隊さんで、フミオさんが東京でデイビッツのお父さんと結婚して、フミオさんが30歳の時にサンフランシスコに渡りました。 そしてデイビスがサンフランシスコで生まれました。そのデイビスと、をフミオさんには私もリエさんも一度も会ったことがありません。フミオさんは2月の11日、2002年にサンフランシスコで亡くなりました。68歳でした。 リエさんも私も会ったことがありません。それで私のお父さん、ジャン・レトルさんは、未だに生きてるか死んでるかそれもわからないです。私には11人の孫がいて、5人の子供、とてもユニークな家族だと、みんなは言ってました。私が若い時に。でも私は、 たくましく、肝玉母さんで育てたつもりでいます。それじゃ。